オリックスの先発は2勝負けなしの近藤でした。その立ち上がり先頭バッターが出て、そしてセカンドに送って、その後中村にきっちりとヒットが出まして、これで1点を先制いたします。1対0と楽天がリードいたします。一方楽天の先発は1勝1敗の岩隈です。ランナーが出た後2番の森山なんですが、バントをいたしましたが、これが正直すぎました。フォースアウトになりまして、ランナーが入れ替わります。カブレラが塁に出るんですが、ローズが三振。そして今日5番に入っている日高、ショートへのゴロ、後続を断ち切ります。1回は岩隈の方はゼロに抑えています。3回以降は投手戦の様子を、4回の近藤のピッチングです。中軸打線山崎武史三振、草野が打たせてセカンドへのゴロ。さらにリックは一塁へのゴロとなりまして、三者凡退に切って取ります。5回まで1対0、そして6回なんですけれども、この回2アウトから山崎拓司がフォアボールを選んで、打席は当たっている草野、高めのボールをきっちりと叩きました。右中間スタンドへの今シーズンの第1号のツーランホームラン、これで貴重な中押し点、3点差となりまして、野村さんもにっこりであります。一方岩隈の方は打たせて取るピッチング、内野ゴロの山を築きます。7回のピッチングはローズが三振、日高はセカンドへのゴロ。さらに第一打席でヒットを放っている塩崎も三振となりまして、この回も三者凡退です。8回の楽天の攻撃です。ワンアウトから山崎にレフト前のクリーンヒットが出ます。これが追加点の口火となりまして、近藤はこの場面で降板。2番手ピッチャーは左腕の清水、しかしこの清水が誤算でありました。牧田がタイムリーヒット、さらにピンチヒッターの中島もタイムリーが出ます。マウンド上は元柳に代わりまして、打順は1番に帰って渡辺直人、センターオーバーのタイムリーツーベース、この回4点を追加いたします。9回はマウンド上2番手のグインです。2アウトからランナーを許しましたが、最後のバッターローズを三振に来て取りまして、7対0、楽天が連敗を2でストップさせました。一方のオリックスの方は3連敗、今日は東北楽天ゴールデンイーグルスが完勝したゲームでありました。